はいどうも皆さんこんにちは、カントです。今日はイベントコーダの達人が来たということで、コーダの達人の攻略法を紹介していきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まずイベント攻略に入っていく前にその他の情報を見ていきましょう。まず一つ目がスピちゃんの北海道東北大会の連動イベント応援大会が開催されています。決勝進出予想の期間は2月26日の3時29分までとなっていますので、忘れずに行うようにしてください。予想した2人の選手の成績に応じてご覧のようなエナジーが獲得可能となっています。また決勝の優勝予想に関しては2月26日の6時から7時までが予定されています。ただこちらに関しては時間がずれるケースが割とありますので、予想し忘れないように注意してください。こちらの予想でも結果に応じてエナジーが獲得可能となっています。続いて2つ目、オンライン予選のランキング報酬配布の時期が判明しました。3月上旬に配布されるとのことなので、グランドオープン後に引けることが確定しています。配布は遅れましたが結果的にはプラスになったと思うので、ありがたく受け取っていきましょう。続いて3つ目、スピちゃん最強決定戦のエントリーが開始されています。報酬に関してはトップリーグに参加するだけで、最下位だとしても S ランク 10% 契約書、 S ランク特訓コーチ3枚が無条件でもらえますので、参加できる方はトップリーグが無難だと思います。ただ個人的にはトップリーグに参加してもあまり面白みがないので、ミドルリーグに参加しようかなと思っています。皆さんの参加リーグもよかったら教えてください。続いて4つ目、ガチャ更新で5連シンクロスカウトが登場しています。ガチャの終了時間、イベントの終了時間がそれぞれ2時となっているのが気になるところです。メンテナンスのお知らせが来るかどうか注目しておきましょう。主な情報まとめは以上となります。続いては本題のイベント攻略の方に入っていきます。まずコーダの達人がどんなイベントかというと、特定の球種だけを投げてくる投手と4打席勝負を行い、打撃結果に応じて達人ポイントを稼ぐイベントです。難易度に応じてスコアノルマが設定されており、初級は1500ポイント、中級は2000ポイント、上級 EX は2400ポイントに到達するとクリアとなっています。ということでポイント解説の方に入っていきます。ポイント1つ目、なるべく足の速い選手を使いましょう。もちろんある程度打ちやすい選手を使うことが大前提ではありますが、打撃能力に大差がなければ走力が高い選手を優先してください。このゲームではフェンス直撃の単打が多く、足の遅い選手は特に単打を量産してしまいます。フェンス直撃の単打の100ポイントの差で一発クリアを逃すケースはかなりありますので、足の速い選手を使うのを意識していきましょう。続いてポイント2つ目、なるべく真ん中よりも高めの球を打ちましょう。コーダの達人という名前ではありますが、結局ホームランが一番ポイントを稼げるので、ホームランが出やすい真ん中より高めの球を打っていくのがいいと思います。また強振でプレーするだけで100ポイントも加算されますので、強振でプレーすることを推奨しています。続いてポイント3つ目、今回の主な累計報酬制覇報酬に関してです。まとめると、 S ランク 30% 契約書、 S ランク 10% 契約書、 A ランク自チーム契約書、 A ランク契約書、 S ランク特訓コーチ、 S ランク契約書の補助券、50エナジーとなっています。つなぎイベントではありますが、これだけの報酬がもらえますので、しっかりとこなすようにしていきましょう。続いてポイント4つ目、自然回復で終わるかどうかに関してです。基本的には自然回復で終わるイベントとなっています。ただこのイベントは自走差のうまさで隅に差が出やすいイベントになっていますので、自走差が苦手な方は自然回復で終わらないケースも出てきます。そういった方はイベント終盤に間に合わない分だけエナジーを使用して、エナジーの消費を最小限に抑えてイベントを終わらせましょう。また累計後の報酬のうまみは少ないので、エナジーを使ってまで走るべきイベントではありません。続いてはコーダの達人の実践の方をしていきたいと思います。プレイ選手は打撃能力が高いかつ走力もある山本浩二選手を使っていきます。ということで、まあフォークが一番あるのでフォークをしっかりと打っていきます。まあ初級はね1500ポイントということで、まあ基本的にはホームランなしでもクリアできるんでね、なんとかアウトにだけならないようにやっていきます。まあツーベース3本とヒット1本でクリアの点数には届くので、そうですね、まあこんな感じでアウトにならないことが重要で、走力が高い選手を使うことによって、まあ、今のがね単打になりにくいという点で、まあ、走力のね高い選手をおすすめしています。まあ、もちろんねホームランの点数が一番大きくあるので、まあ、打てる選手を使うのが前提ではあります。まあ、こんな感じで今ちょっとね単打になっちゃったんですけど、まあ、これをねいかに減らしていくかが、まあ、効率よくねイベントを進めるためのポイントになっています。さあ、まあホームラン1本打てちゃえばね結構楽になるんですけど、 OK
まあ、これでも足りないか、まあ、600で1300ですかね。今あと1本ヒットを打たないといけません。中級はねホームラン2本必要になるんで、まあ、打撃全振りでもいいかもしれません。さあ変化球の方やったんでね、次はストレートをやっていきます。まあ、ストレートもね、まあ、基本的にやることは一緒なんですけど、なるべくね真ん中より高めの球をね打っていただくとホームランが出やすいと思います。まあ、結構ね打つの苦手だよっていう方は球をめっちゃ選んで打っていくといいと思います。まあ、基本的にまあ打てる方は低めとかでもね打っていっていいんですけど、まあ、今みたいな球ですね、ちょっと今打球上がらなかったでね、ちょっと説得力ないんですけど、まあ、真ん中より高めを打っていただくと長打は出やすいです。まあ、長打出やすいというかあれですね、こんな感じで打球が上がりやすいです。さあちょっと単打を打ってしまったので、あとツーベース2本が必要になってきました。うん、結構甘めの球が来ましたね。さああと1球ホームラン2本打っちゃえばあと単打1本でいいって感じなんですけど、まあ、1本だとね初球はあんまり意味がないです。よし、ということで、まあ、こんな感じでクリアしていってください。そしてプレイの後にはねこうやってカードチャレンジがあるので、まあ、適当にねカードを選んでください。今ねちょっと渋めの報酬6つだったんですけど、タップした報酬がもらえるようになっています。まあ、たまにねめっちゃ豪華な報酬当たるので期待してタップしていきましょう。コーダの達人の攻略法は以上となります。進め方は把握できたでしょうか。初心者でもやりやすい簡単なイベントとなっていますので、しっかりと進めていきましょう。この情報が良かった方は高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いてイベント期間中は V ロードと試練のどちらを回ればいいのかに関してです。今現在プロスピグランプリが開催されており、選べる得点も人によって差がある状態だと思います。ちなみに今現在自分はレベル8の親密度1217となっています。早い方は経験値 1.5 倍が選べると思いますので、基本的には V ロードを推奨します。経験値 1.2 倍の方は V ロードと試練の好きな方をやるのがいいでしょう。試練をやる場合はスタミナ回復を選んでください。ちなみに自分はベスト9で当たったビシエド選手をなるべく早く育てたいので、経験値を選んで V ロードを回る予定です。各自状況に合った判断をしていきましょう。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画をお休みさせていただき、明後日にイベントガチャなどを予想したやるべきこと動画、その次の日にイベント攻略動画を出す予定です。よかったらまた見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。